はい、チャット GPT 初心者が知っておきたい始め方、活用方法や注意点などステップごとにご紹介します。はい、こんにちは、こんばんは、カーゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティング IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するための有益な情報をお届けします。ということで、今回は初心者さん用に、動画の方を作っております。始めたいなとか今更聞けないなという方に、まず始める前にですね、知っておいた方がいいかなと思うようなこと、これチャット GPT ってどんなものなのかなっていうのをちょっと僕解説をステップごとにちょっとしようかなと思ってやってます。はい、今回の内容です。はじめにっていうのと、チャット GPT とは、チャット GPT のできること。で、逆にできないこと。で、チャット GPT を、利用する上での注意点。で、最後に、まあ、こんなことがありますよ、みたいな感じのお話をしようかなというふうに思ってます。はい、はじめにです。ですね、川郷の方ですね、チャット GPT 関連の動画を100以上作っております。もしよかったらそちらもご覧ください。で、あと、プロンプトテクニックとして、プロンプトエンジニアリングの、こういったような動画もいろいろ作っております。ご参考にしてください。で、まあ、AI 関連に関しては結構いろいろ出してますんで、よかったらそちらの方もご覧ください。はい。で、川郷の方ですね、プロンプトエンジニアリングの勉強会なんかもやっております。ご興味ある方、LINE の登録してもらえれば無料の勉強会の案内をお送りさせていただいております。はい。で、その、登録していただいた方に、勉強会に興味ありってご連絡ください。で、勉強会のご案内をお送りさせていただいております。はい。ではですね、チャット GPT とはっていうところなんですけど、まあ、チャット GPT とは、どういったものなのか。チャット GPT はですね、オープン AI 社が開発したチャットサービスのことをチャット GPT っていうふうに言います。AI がですね、ユーザーの質問とか回答をしてくれる。特別なスキルとか知識なんかも、なく利用できるっていうところが素晴らしい内容です。で、まあ、質問はですね、自由な文体で入力することが可能です。で、この質問の自由な文体を入力することをプロンプトと言います。で、先ほどちょっと、お伝えさせていただいたプロンプトテクニックとかですね、プロンプトエンジニアリングっていうのは、もう入力するときにちょっとしたテクニックがあるので、まあそれを活用することによっていろんな回答が得られるっていう技術です。で、質問が入力されると、だいたい数秒で、学習したデータから回答を提供してもらえます。で、多くの業務をですね、効率化するっていう可能性を秘めているものっていうのがチャット GPT になります。で、チャット GPT 自体は、まあ、基本的に無料で利用可能です。で、有料版もあるんですね。チャット GPT プラスっていうふうに言いまして、月額20ドル。まあ、ちょっとね、円高、円安とかにも左右されるんですけど、だいたい2700円から3000円程度です。で、有料版の場合ですね、サーバーが混雑している時も優先利用できますし、高品質な回答や様々な拡張機能、で、プラグインなんかが利用できます。はい。ではですね、チャット GPT のできることっていうことをちょっとお伝えしていこうかなというふうに思います。で、まずですね、質問ですね。調べ物とかアドバイス。で、こういったようなことが、できます。で、まあ、具体的に言うと、まあ、仏教の始まりって何ですかとか。アドバイスに関しても、こういうことで悩んでるんだけど、なんかいいアドバイスくださいとかいうふうに言えば、まあ、質問ですね、何かを問いかけることによってその回答を得られるっていうところが、まずチャット GPT できることですね。で、まあ、これだけだったらね、普通のね、今までのね、なんかまあ、ロボットがなんか質問に返してくれるっていうだけなんですけど、実はこれだけじゃなく、例えばですね、文章の要約とか添削構成っていうものもできるわけなんですね。まあ、よくよく言われてる大学生とか学生さんが使ってらっしゃる内容ですね。レポートの内容を自分でパーンって貼って、で、これを添削してくださいとか、これをこういう感じ、どっか間違えてるとこないですかとか、なんかそういう形で、貼り付けて、で、勝手にそれを修正してくれて出力してくれるんですね。だから、
文章を読み取ることができて、それを改変することができるっていうところが、普通の質問とは違う内容としてできる内容なんです。で、他にもですね、翻訳っていうこともできます。で、ただの翻訳ができるわけじゃなく、その文脈に、感情を読み取ったりとか、で出力するときもこんな風に出力してください。例えば、ネイティブな英語として出力してくださいとかいう形で言うと、まあそういったようなものを出力してくれるし、翻訳してくれる。他にも、まあ基本的な文書の作成というところがすごく得意としているので、まあ、例えば、どっかの英文の記事があったとします。で、それを貼り付けておいて、この内容を翻訳した上で、ポジティブな内容であれば、それを日本語訳で、ブログ記事にしてくださいとかですね。っていう感じにすると、例えば文章を作成する ところのブログをこう作成してくれたりとか、でポジティブな内容じゃなくネガティブな内容だったら、まあ、この内容は書かないよということを判断したりとか、なんかそういうような形で読み取ることができるっていうところがすごいっていうふうに言われてます。他にもですね、まあ、企画構成、アイデア出し、ブレインストーミングということで、まあ、何か始めたいなっていう場合に、じゃあ、チャット GPT にこういうこと、例えば、まあ、通信販売のお店でこういうのを売りたいんだけれども、どうすればいいかな、とか言うと、まあ、アドバイス、どういう企画でこうすればいい、みたいな感じで、まあ、言ってもらえるんですね。じゃあ、それが出た後に、じゃあ、これを企画をしたいので構成してください、みたいな感じで言うと、で、それをしっかりこう構成してくれて教えてくれたりとかします。だから他にも、本当にアイデア出しとして、まあ、何々のタイトルを、3つ考えてください、とかっていうと、そういうような見出しを作ってくれたり。まあそんな感じで、まあ困りごととかどうしても行き詰まって、まあ、アイデアが出ないなっていう時に、こういうチャット GPT に問い合わせすると、その答えを教えてくれるってことなんですね。他にも実用的な内容で言うと、レポートを作成したり、見積もり書を作成したり、提案書を作成したり、企画書を作成したり、議事録なんかを作ったりっていう。まあこういうね、業務の書類系っていうのも実はこう作れたりとかするんです。まあ、よくよく言われてるのが論文作るとかっていうね、ことで言われてて、学生がね、使ってる上で、大学では禁止だよ、いいよとかっていうね、まあそういう賛否両論なところが出るのも、こういったことにもなります。で、他にもですね、まだまだ作れるんですね。Excel の関数の作成とかですね。で、まあ、HTML の作成とか、プログラミングとか。まあ、そういったような技術的な内容の出力もできるわけなんですね。なので今まで Google 検索とかでね、検索して、Excel のマクロのこういった内容の関数の、作り方とかって検索したりとかするとね、調べながらああかなってやっていくんですけど、もうチャット GPT に聞いちゃえばそのままソースコードバーンって出してくれて、それを貼り付ければ出来上がるとか、まあそういったような感じのこととかもできちゃうということなんですね。で、他にもですね、やっぱり文章を作るっていうところが得意なので、小説とか脚本とかですね。で、例えば、まあ、結婚式の挨拶文とか祝電とかの内容とか、なんかそういう形で、友人の結婚式に呼ばれました、スピーチをしないといけません、どういったような内容が一番ベストですかねっていう形で問い合わせすると、その文章を作ってくれます。まあ、なんて便利だっちょうね、本当に。まあ、いろいろと頭で考えないといけないことっていうので、AI に考えてもらって代わりにやってもらうっていうものがチャット GPT というふうに理解していただければいいのかなっていうふうに思います。他にもいろいろできることはあるんですけど、ここで挙げてる内容ってはとりあえず代表的なものとして挙げてます。じゃあ逆にですね、チャット GPT できないことって何でしょうかっていうことなんですけど、まあ当たり前なんですけど、ちょっとね、インターネット検索的な感じのことっていうのはできないんですね。まあこれに関しては、ちょっとプラスユーザーの方に関して、プラスユーザー、まあ課金されたりとか、有料版を使ってらっしゃる方に関しては、まあいろんな方法はあるんですけど、基本的にインターネット検索っていうのはできないです。まあ、自分が持ってるデータの中から回答を出すっていうのが基本的な形になってます。で、次にですね、複雑な問いとか計算ができないんですね。っていうのも AI が
計算するっていうことをしているわけじゃなくて、文章を読み取ってたくさんのデータの中から回答を探し出して、でこれが一番回答に近いんだろうなっていう答えを出すんですね。っていうことは計算しているわけではないっていうことなんです。だから例えば、まあ、10たす13はいくつですかっていう問いに関しては計算してるわけじゃなく、10たす13の答えって何のデータなのかなって探しに行くんですよ。で、あ、この答えが一番、確率として高いなっていうので答えを出すっていうことなんで、複雑な問いとかね、計算っていうのはちょっと苦手です。ただプロンプトの、まあ、先ほど その入力の仕方によってはその計算を引き出すことっていうのも可能になります。そういった内容はプロンプトテクニックとして学ぶとできるようになります。ただ基本的には複雑な問いや計算というのはできないということを考えていただければいいかなというふうに思います。で次にですね、まあ、画像を読み取ってこれの感情を教えてくださいとか出力したりっていうこともできません。で基本的にこれ無料版ではできないっていうことなんで、有料版になってちょっとコードインタープリンターっていう機能が追加されるんですけど、それをやるとできなくもないんですけど、ただ読み取るところまでは、対応してません今現時点ではっていうところなんですけど、まあ、そういったような内容っていうのは他のジェネレティブ AI っていう、まあ、こういうチャット GPT は文章なんですけど、そういう画像を読み取るようなサービスとかもあるので、まあ、そんな感じのものを使われるといいのかなというふうに思います。基本的にはチャット GPT ではできないんですけど、中に持ってるコアとして GPT っていうものがあるんですね。で、それの GPT-4 はできるんですね。ただそれは、自身でプログラミングをして、その、API っていう機能を使って構築しないと、この機能は使えません。だから基本的にはチャット GPT は使えないっていうふうに考えていただければいいかなというふうに思います。であとはデータ、ファイルの読み込み出力っていうのもできません。これも無料版はできないということなんですね。有料版になるとちょっとできるんで、今できるようになりました。先月なんですけど。で、まあそれちょっと話題にはなってるんですけど、無料版ではできません。はい。であとですね、まあ質問の内容とか入力の内容に関してで、ね、出力してもらうために、誹謗中傷とかね、差別的な発言っていうのは基本的にチャット GPT は出力しません。なので、まあこういったことで、例えばあいつの悪口書きたいなと思って、こいつの悪口書いてくださいみたいな感じでやるのは無理ですし、差別的な発言っていうのもできません。質問ももちろんできません。で、あとはまあ、倫理に反するコンテンツの作成とかですね。まあ、例えば、なんか麻薬とかですね、なんか売春とかな、そういう系のなんかコンテンツを作成してくれ、みたいな感じのことっていうのもできませんし、まあ、基本的に、まあ、一般常識的なことで、世間でダメって言われてることは出力できません。なので、この辺も注意してください。で将来、不確定事項に関する、推察っていうことなんですけど、これどういうことかというと、僕の事業こんなんだけど将来的にうまくいくかなまあこれはでもね、もしかしたらアドバイスしてくれるかな、なんかこういうふうにすればいいよって言ってくれるかもしれないですけど、多分、この株価上がるかなみたいな、まあ、そういうのっていうのはあえて答えてくれないんですね。だから不確定事項ですね、来月地震が起こるかなとかねなんか明日雨降るかなみたいな、なんかそういうね、まあ、チャット GPT 自体でその不確定要素になる内容っていうのは基本的に避ける傾向があります。ただし、まあ、聞き方なんですね。聞き方によっては、まあ、引き出してこう言ってもらえることもあるので、まあその辺もプロンプトテクニックっていう、プロンプトエンジニアリングっていうのをやるとできるようにはなります。はい。で、その他いろいろあるんですけれどもね、基本的にここに挙げてるものっていうのは無料版でできないことということで挙げてます。有料版ではこの中の一部はできる内容も含まれてますけど、基本的にできないことっていうのはこういったことです。はい。ではですね、チャット GPT の注意点というところも挙げていこうかなというふうに思います。はい、まずですね、先ほども言った通り情報が新しいとは限らないわけなんですね。基本的には自分が持ってるデータの中からどうかなって探しに行って出してます。そのデータ自体は2021年度以降のものが入ってないわけなんです。
だからリリースされる1年前2021年度までの情報しかありません。なので今の総理大臣誰ですかみたいな感じ聞いた時にもその時点での総理大臣を出すので情報が新しいとは限りません。まあ、これの内容を回避する方法というのはもう、有料版使っていただくか、それか、拡張機能といいまして Chrome の拡張機能を使うかっていう方法があります。それに関しても過去の動画を見ていただくと、そういったような内容もあるのでまたご覧いただければいいかなというふうに思います。あとですね、回答の内容が正しいとは言い切れないんです。実はその先ほど一番最初にできることの中に小説を書いたりとか脚本をしたりとかっていうことを言いました。実はもう絵本の題材を書いたりとかっていうこともチャット GPT できるわけなんですね。っていうことは、自分で作り出して文章を出力するわけなんです。なんでなんか自分が持ってない知識があった場合にそれをクリエイティブしちゃって出しちゃうことがあるんですね。なのであたかもこれって本当なのかなっていうような感じの内容を出力する場合があります。なので、特にねその会社的に使ったりとか、ネットでこう公開するような感じのものとか誰かの目にされるものに関してね事実のことを言いたいなっていう場合には必ず裏付けとして、調べとく必要性があります。まあ、その辺も注意して使われるといいのかなというふうに思います。はい、なので回答する内容が正しいとは言い切れないのでそのつもりで見ていただく方がいいかなっていうふうに思います。あと無料版の場合ですね、アクセスが多い時に利用できない場合があります。やっぱりアクセスは有料版の方を優先して回線開いたりとか、いろいろ処理を優先したりとかするんで無料版の場合にはまあもうたくさん殺到するわけなんですよね。その場合にはやっぱり規制をされたりとか、アクセスちょっと制限されたりとかっていう場合もありますんで、その辺はちょっとご注意ください。ただしですね、有料版であっても、じゃあこれで有料版にしちゃえみたいな感じで今度やっちゃうと、回線のスピード的にはね、確保されたりとかするんですけど、サービス自身に規制される場合もあるんですね。例えば、新しく GTP3.5 が、無料版なんですけど、GTP4 が出ましたってなった時に4使っていいですよ、ただし1日24回までみたいなそういうような規制をされる場合があります。これもちょっとベータ版としてのリリースってなるので仕方ないことなんですけど、そういう場合もあるということをご注意ください。はい、次ですね、そういった意味でも昨日使えた機能が、今日は使えない場合があるっていうことなんですよ。なんで僕ね、ちょっとね、一回の動画であったんですけど、新しい機能が追加されたんで、おー、これすげーなーと思って動画に作ったんですね。次の日にパッて見たら、その機能がないんですよ。なんで、これもベータ版の特有なんですけど、とりあえず試しでやってみて、あかんかったら閉じてっていう感じのこともありますから、この辺も注意していただく点ではないかなというふうに思います。で、基本的な内容なんですけど、入力する文字数とかも制限があるんで、何文字以内で、2000文字ぐらいを基本にしてもらった方がいいかなと思うんですけど、それぐらいを基本として入力するっていうことがいいかもしれません。なので、例えば小説1冊丸々入れたろうっていうことは無料版ではできません。ただし、有料版の場合は、できる場合があります。そういったような制限とかもあるので、ご注意ください。入力する文字数には基本的にも、有料版でも無料版でも、両方とも制限があるので注意してください。はい、で入力した文章は学習に利用される場合があります。なのでここはちょっとセキュリティの的な問題なんですけど、もしなんか、その自分の個人情報を入れましたと。でそれを、どっかのデータとして利用される可能性があります。例えば、私の、体重は何キロです、私のバスト、ウエスト、ヒップはこれぐらいですみたいな感じでやられたら、それが学習されてどっかで使われる可能性がある。そんなことだったらいいんですけどね。例えばもっと会社的な機密事項であったりとか、なんかそういったような内容とかも学習される場合があります。それの回避方法っていうのもあるので、その辺も過去の動画を見ていただくと、その回避方法なんかも、案内してる動画ありますんで、もしよかったらそちらご覧いただければセキュリティ面とかは、確保できるのかなというふうに思います。はい、
まあ、以上はですね、チャット GPT を使うための内容としてでいろいろとちょっとご説明してきました。まあ、基本的にチャット GPT は初心者でも簡単に利用できるっていうところが一番のメリットかなというふうに思います。で、活用方法もですね、業務の効率化を図るっていう部分でビジネスに使いたいと思われている方には本当にすごくいいものだと思います。で、まあ、ただやっぱり注意事項というのもあって、最新のデータ参照できなかったりとか誤った回答をする可能性があるということも頭に踏まえた上で、まあ、特に、ね、業務で、利用する場合はチャット GPT の回答の正確さを確認しないといけないというところはちょっと注意して使っていただければいいのかなというふうに思います。まあ、ただその特徴をですね、理解した上で利用すると本当に作業能率が上がるので、ぜひぜひチャット GPT を使っていただければなというふうに思います。はい、で今回のあれはですね、初心者の方にチャット GPT ってこんなことができるんだよ、まあ、触ったことない方のためにちょっとね作ってみました。で次回、まあ何回目か分かんないですけど、チャット GPT の始め方として今度はインストールとか、まあなんかやり方みたいな感じのこともちょっと上げていこうかなというふうに思います。最新版として、はい、でよかったらまた、見てください。はい、このような、皆様のビジネスを応援するような動画を365日毎日、アップしております。よかったらまた見てください。ありがとうございました。